はい、今日学んだと役所天国、本日は5月の18、はい、ということでね、曜日は土曜日ですね。暑い、さつまいものね、畝立てをやっております。今からね、マルチを張ります。お茶飲ましてください。今日はもうバテますね。これは水、なんかね、皆さん水分補給しないとあれですよ。一気に飲むんじゃなくて、こまめにこまめにね、水分補給はした方がいいですね。皆さんご存知ですか、サイクルロードレース、何のこと言ってるか分かります？今イタリアでね、行われているジロデイタリアっていうね、自転車の世界選手権っていうのがあるんですね。私自転車好きでね、もちろん私乗りませんよ、乗りませんが見るのが好きなんですよね。いくつぐらいだろうね、20代の頃からね、割と好きでよく見ていてね、今そのジロデイタリアっていう自転車のね、そういう試合が行われてるんです。何日間やるんですか？21日間ですね。わかります？21日間で、間に休養日が2回あってね、1日休んで2日間休むんですけど、もう1週間ずっと走りっぱなしなんですよね。それでこうね、自転車ですから皆さん分かると思うんですけど、こうやってね、フラットなところの、今日はフラットで200キロとか300キロね、じゃなくてね、山を走るところもあるんですよ。山こんなんですよ皆さんね。傾斜角って分かりますよね、山のね。例えばおそらく普通皆さんね、自転車乗ってる人だったら分かると思うんですけど、 15% の斜面って皆さん登れます？登れないでしょ。それがね、プロの世界になるとね、 20% か 19% か、もうほぼ直角に近いようなね、そこでこう勝負をかけるというかね、その坂の時が勝負なんですよね。はい。でも当然ね、私たち素人では本当に登れないようなところをね、スイスイ登っていって、まあマラソンと一緒ですよね。そういった持久力ね、体力を競い合うわけですね。ずっとね、なんか見ててね、この競技、この自転車ロードレースが僕はなぜが好きかっていうとね、一つにはこれ個人の戦いなんですけど、チームとして戦っていってるんですね。なのでエースがいるわけです。チームの中に1人エースがいて、そのエースを勝たせるために他のチームの人7、8人が走るんですね。なのでそれぞれチームがあってね、そのチームが自分のところのエースを勝たせるためにみんな犠牲になって散っていくんです。実際にそうなんですよね。自転車っていうのはあって集団で走ればそうなんですけどね、風の抵抗を受けるとものすごく疲れるわけですよね。ですので受けないようにそのエースを守って走るわけですね。だから 7,8 人こう連なって走って、一番後ろにエースがいるわけですけど、で最後にね、そのゴールのね、何キロか手前の時まで必死になってね、みんながエースを守って、そして最後はね、エースが一人飛び出して勝負をかけるっていう、まあそういうゲームなんですけど、まあいろいろね、引きこもごもドラマが生まれるわけですね。サッカーや野球でもそうですけれども、このね、自転車ロードレースってすごくね、ツールドフランスっていうね、1ヶ月後にツールドフランスっていうね、これは聞いたことあると思うんですけども、それはフランスの国内を一周するやつなんですけど、今ジロデイタリア、イタリアを回ってるんですね。ジロデイタリアね、ツールドフランス、もう一つね、スペインを、ブエルタ・エスパーニャっていうね、この3つがね、自転車ロードレースの中のメインのね、 3つの試合なんですね。はい。これをね、毎年この時期になって僕は楽しみにしてるんですけど、今ちょうどそのね、イタリアをジロデイタリアっていうのがやっていてね、それが今日もねやってるんですけど、地球の反対側でね、それを、ま、今はね、家に帰って見るのが楽しみでね、もちろん試合時間というかね、レース自体は3時間とか4時間ありますので、ダイジェスト版をね、10分見るだけですけどもね、あ、今日はこの選手が勝ったかみたいなね、それぐらいしか今は楽しみがありません。結局ね、その1人を勝たせるためにね、7、8人が犠牲になるわけですね。だから自分のエースがね、勝つかっていうのが
勝たせるために本当にその必死になってね、レースの序盤から、作戦をね、立ててそうやって動いていくわけですけど、よあの計画通りにね、もちろんこれいかないわけですよね。監督がいてね、車でこう、選手をね叱咤激励しながら、みんなねインカムをつけてね、監督の作戦通りに動いていくわけですけど、そう簡単にいかないわけですよね。選手によってねブチ切れてる人もいるし、俺みたいにね、なかなか面白いんですよね、そういう引きこもごもね。よいしょ、エックス、こちら右側はね、こちらは管理が走るときに土が飛んでくるので、右側はね、土を寄せなくてもいいです。こちら側だけね寄せていけばいいので、でね、その自分とこのチームのエースがですよね、調子が悪い時もあるわけですよ。そうするとね、あのエース交代っていうのもあるわけですね。そのアシストの中で一番調子がいいやつがね、エースの座をね奪い取って、そしてね、そのエースが、昨日までエースだったやつが、その昨日まで自分をアシストしてくれたその人のために自分が先頭に立ってね、チームを引っ張っていくわけですね。その時のその悲哀さね、もちろんいろいろあるわけですね。厳しいですよね、スポーツの世界っていうのは。でも僕はそういうのが好きです。そこに起きてくる人間ドラマね。で、例えばこれヨーロッパのスポーツなんでね、一つはその騎士道精神っていうのが実はありましてね、例えば自転車ですからパンクしたりね、転んだり、いわゆる落車って言いますけれどもね、こけてしまったりとかあるわけですね、当然ね。そうすると例えばね、ライバルがこけてしまったり、その、今ねゲームで一番だった人がこけてしまったり、パンクしてしまったりっていうことが起きると、ライバルチームは待つんですね、その選手が戻ってくるまで。パンクで走れなくなったらね、そしたらそこでねチャンスと見てね、こうどんどんスピードを上げていくっていうのは基本的には騎士道精神に反するということでね。ただルール上には問題ないわけですよ。だからその辺もね面白いんですよね。なんかギアが、自転車のその変速機がおかしくなったっていうのを、それを見た瞬間にスピードを上げるとかっていう、そういうね根性の曲がった選手もいっぱいいるわけでして、そういうのもね、後で後にねゲームが終わった後ね、殴り合いになったりとか、非常に面白いですよね。みたいなね。で、とてもね過酷なスポーツですから、選手生命はとても短いんですね。ですから、例えば今このジローデイタリアってこうやってね、極東にいる日本でも私が見ているように全世界に中継されてるわけですよね。だからそういう意味ではね、画面に映るね、こうやって衛星中継でね、全世界に向けて配信されてるわけですからね、その自分の息子がですよね、全世界に向けて、自転車をね先頭で引っ張ってるっていうね、そういう絵をやっぱりね、スポンサーがついてる職業なので、だから少しでも前を走りたいわけですよね。そういうこともあってね、今お前が映ってるぞとね、監督は言うわけです。今お前映ってるぞとね、全世界に向けてお前のその走りが映ってるんだと、だからね、人生をかけて引けと、引くっていうんですよね。だからもっとスピードを上げるんだみたいなことをね、劇を飛ばすわけですね。かわいそうですよねでもそういうことなんですね。そのチームの成績でね、来季年俸が決まったりするんですけど、自転車競技っていうのはね、とても不思議なもんでして、昔の F1 もそうです。そういうちょっとね、あれもありますけども、非常にねスポンサーがやっぱり集まりにくいんですね、この時代もそうなんですけど。だから一人のね企業を立ち上げたお金持ちとかが自分で個人でチームを所有したりするんですね。年間もちろんね、数十億円っていうお金がかかるわけですけれども、だからそういう意味ではね、それで自分の好きなね選手をかき集めたりとかして、それで予算を組んで乗り込んでくるわけですね。それもまたね面白いというかね、メジャーリーグのようにああいったちゃんとしたルールがあってないようなもんなんで、まあそういうね
多少グレーな部分もありつつね、でももう100年以上のねツール・ド・フランスもそうですけど歴史があるので非常にね面白いで、何でもそうですけど自転車もね昔とはもう全然違うわけですよね。本当に例えばよく言われることですけど、あんまりにも速い選手がいると、そしたら自転車の中にねほんのにね何ミリっていう、何ミリなのか5ミリとか5000、まあもうちょっとあるのかちょっと分かんないですけど、要するにモーターを仕掛けるらしいんですよね。そんなさ何ミリっていうモーターを、でもそれだけでもプロの世界ではね少しでもこうねサポートになるみたいなね、だからそういう疑惑もあるので、当然自転車なんかね X 線検査が行われてね、いわゆるだからドーピングね、チェックもね、だから一昔前はね皆さん知ってますかね、ツール・ド・フランスってアームストロングさんっていう人がアメリカ人でいてね、7連覇したのかな、でも全部記録は抹消されました、いわゆるねドーピング問題っていうやつでね、はい、まあ一昔前でね、だからメジャーリーグでもそうでしたけどもね、それで未だにね殿堂入りができないバリー・ボンズさんとかねいろいろいますけど、まあ今はねだいぶクリーンになってますけど、ステロイド剤ですかね、それを飲んだらなんかどうなるか俺も知らないですけどね、まあでもプロの人たちがね人生をかかってるわけだからその飲みますわな、うん、いやさはっきり言ってるんですよね、そのアームストロングさんがツール・ド・フランスでね7連覇するしようと思えば薬を飲むしかないんだってはっきり言ってますから皆さん YouTube でね検索してください、アームストロングとかってね、ツール・ド・フランスアームストロングって言ったらね、皆さんその当時のねもう鬼神のような走りね、誰も他の人はついていけないようなね、もうこんな坂をねガンガン登ってってるっていうね、まあそれも含めてね面白いね競技でございまして、私は大好きなんですね、はい、よいしょ、こうやってね体調がいい時もあるね、1日200キロ300キロね、1日それで5時間4、5時間4時間5時間走るわけですね、時速40キロ50キロで、当然朝からもう体調が悪い時があるわけですよ。だからそういう時には、周りのライバルの人たちはね、よし今日はこいつは体調が悪いぞって言ったらどん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 ね攻撃仕掛けてね潰していくんですね、非常に過酷です。で昨日までねすごく調子良かった選手がもう完全にこう三輪車のようにねこうよちよちと漕ぐようになってね、そしてリタイアしていく様子などを見るとね本当にかわいそうですけどね、もう本人はだからそこでねリタイアしてしまったらその場でもう泣くんですね、はい、しょうがないですよな、はあ、私もこうやってぜいぜいはあはあ言いながらねやってますけどね、こうやって今地球の裏側でね多分今日もレースが行われてると思います、皆さんねジローデイタリアね、YouTube ではほとんど回っておりません日本じゃあんま人気ないんだよね、皆さんよかったら見てやってください、私が別に行ったところでね何のあれもないんですけど、よしということでね、畑をやっているとね楽しいことなんていうのは何もございませんね、家帰って今そのジローデイタリアを見ることしか楽しみがありませんね、めんどくさいこの動画をアップロードしている時間で、ジローデイタリアのそのハイライトを私は見ておりますよいしょよいしょよいしょ、僕の動画にたまにねコメントしてくださる方皆さんたくさんいらっしゃってねいつもありがとうございます。でたまにねこの管理画面で、ね、僕が操作してるわけじゃないんだけどコメントがね消えちゃうことが本当によくあってね、ただ多分ねこうやればいいんじゃないかなっていう方法を見つけましたんで、もちろんこれは自分で見つけたことない、多分コメントをいただいてもね消えることがないと思う、今までねコメントしてもね掲載されてないじゃないかって思った人多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕やってるんじゃないんですよ、あれ勝手に消えてっちゃうんですよ。でそういうことをね、まあ、YouTube の本営さんに運営さんに言ってもまあね僕ぐらいの弱小だとやっぱり相手されないので、コメントがねなぜか消える、それがもうずっとねここ何年もよくあったんですけど、多分こうやれば消えないなっていうその操作の仕方を、まあ、それは分かりませんよ、
本当にわからないので、でも多分それであれば消えないみたいなんで、私もね、だからなんでこれ消えちゃうんだろうなっていうのがね、わからないんですよ。 AI で判断してるのかね。でも多分これであれば多分大丈夫っていうのを見つけましたんでね、申し訳なかったです本当にね。あ、これ百姓農園さん、このコメントが気に入らないのか、私はもう一切そういうの感知してませんのでね。たまに別にこうネガティブな誹謗中傷のコメントとか来ますけど、私はそのまま掲載してますから、はい、どうぞご自由にやってください。私は一切感知しません、はい、なのでね、その辺はよく分からないんですけど、 AI がやってるような気がする部分もなきにしもなので分かりません。それ辺はもう多分ね、なんか噂によるとね、 YouTube の例えば東京の本社があるじゃないですか、そこですらその AI の細かい、そのなんていうの、あれは感知できないというか、分からないみたいですよね。まあ膨大にね、今はこうやってあるので手作業でできるもんじゃないからね、よく分からないんですけど、まあそういうことです。はい、よいしょ、はい、ということで3本目が終わりましたね。これで半分です。はい、頑張って。暑くなってきました、皆さんね。今日は本当に熱中症に気をつけてね。はい、今日はそれでジロデイタリアね、皆さん家帰ってみましょうね。はい、畑なんかやってる場合じゃないんですよで、このジロデイタリアが終わったら7月の終わりから8月ね、ツールドフランスが始まりますんでね。はい、ということで皆さんこれ楽しみにね、私もそれがもう毎年夏はね、8月はツールドフランスが楽しみでね、生きておりますね。それ以外楽しみは全くありません。はい以上でした。はい、それではまた。